カルロス・フリオ・マルティネス・リバスは、ドミニカ共和国、首都地区サントドミンゴ出身、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県バルセロナ育ちのサッカー選手。セグンダ・ディビジオン・ CD ・ミランデス所属。ポジションは DF。1994年に、ドミニカ共和国の首都サントドミンゴで生まれ、2000年に、家族と共に、スペインに渡り、バルセロナに移住。2010年に、 FC バルセロナの育成組織、ラマシアに入所。2013年に、ビジャレアル c f と契約。B チームなどでプレーするも、トップチーム昇格までには至らず、2016年に、マルベチャ FC に移籍。2017から18シーズンは、セグンダディビシオン B で38試合に出場した。2018年7月8日、CD ・ミランデスと契約した。 2010年に U-17 のドミニカ共和国代表に招集され、2012年にアンティグアバーブーダで開催されたカリビアンカップ2012の12月8日のアンティグアバーブーダ戦でフル代表デビュー。しかし代表はコンカカーフゴールドカップなどの主要大会の出場までには至っていない。ありがとうございます。